YouTube の動画のサムネイルを無料で作れる方法、この動画で今日はシェアしたいと思います。サルウェブ1のりです。このチャンネルでは映像制作最先端の国、ここカナダで英語で学んできた動画制作のノウハウを日本語で、たまに実用的な英語を織り交ぜながらシェアしてますので、動画制作に興味がある人、動画制作を勉強しながらちょっと英語を覚えてもいいかなと思ってる人、ぜひチャンネル登録お願いします。今日の動画はね、 YouTube 用のサムネイルなんですけど、これを無料で何かこう簡単に作れる方法ないかなってちょっと探してたんですね。で、見つけました。 Mac にもともと入ってるアプリケーション、プリビューっていうアプリを使ってこの作業を全部完結したいと思います。今はもうスマホのアプリなんかでもサムネイルみたいなね、そのデザインっていうか、こうテキストを入れたりっていうのをできるアプリももちろん出てきてると思うんですけども、動画編集をコンピューターでね、 Mac でやったら、そのまま Mac の中で全部作業を完結したいじゃないですか。一回スマホにデータを移して、そこでサムネイル作ってまた戻してとかね、ちょっとめんどくさいでしょ。なので今回の動画を見てもらえると、ちょっとね、 Mac ユーザー限定になっちゃうんですけど、動画編集を終えました。その動画の中の、あ、ここだって使いたいシーンをサムネイル用に写真として切り出して、そして Mac のプリビューってアプリを使ってサムネイル、見栄えがいいサムネイルにするっていう方法をシェアしていきたいと思いますので、最後までぜひ見てくださいね。じゃあ早速ね、 Mac で作業していきましょう。レッツゴー。じゃあまず Mac で編集していきましょうね。まずはもうすでに作成した動画、 YouTube に上げる動画を QuickTime プレイヤー、 Apple 標準の動画再生ソフトウェアですね。 QuickTime を開いたら、ここを切り出したいな、ここをサムネイルにしたいなっていうポイントを探しましょう。ここがいいですね。ちょうどカメラの方を目線も見てるし、いい感じだと思います。ここで Command C、 ショートカットで Command C、 コピーですね。これで画面上は何も起こってないんですけど、このクイックタイムのこの一時停止したこの画面、これが静止画としてもう Mac が切り取って今もう持ってる状態です。これを貼り付けてあげる場所を今度は Mac に提供してあげましょう。そこでプリビューのアプリケーションを使います。プリビューっていうのもさっきのクイックタイムプレイヤーと同じで、 Mac にもともと標準に入ってる無料のソフトウェアです。クイックタイムが動画再生をするためのソフトウェア、プリビューは写真を見るためのソフトウェアですね。じゃあここでプリビューを立ち上げたら、その後ショートカットの Command N、 Command N を押すと、はい、こんな風に新しい画像ファイルが開きます。 N っていうのは New、 新規のファイルを作成、新規の画像ファイルを作成かな。ここでまず一旦保存しておきましょうね。名前は何でも好きな名前で大丈夫です。で、保存のフォーマットはこの段階ではまだ PNG で大丈夫です。はい、ここまでで一段階ですよ。さあここからいよいよサムネイルを作っていきましょう。まずは先ほど作った、この場合だったらサムネっていうタイトルをつけた画像ファイルですね、これの複製を作っておきましょう。ファイルから Duplicate、 ファイルメニューの上から 1,2,3,4,5,6,7 個目にあると思います。Shift Command S のショートカットでも大丈夫です。そして新しい画像ファイルを作っておきます。はい、ここで新しい画像ファイルができましたね。タイトルは何かは別につけてもいいんですけど、まあここはそんなに大事じゃないんで、そのままサムネコピーでいきましょう。さあここでね、今からサムネを作成していくんですけど、全体的にねちょっと色が暗いと思うんですよ。動画の中ではもちろん OK だったんですけど、これをいざサムネイルとして考えると背景の色がちょっと眩しすぎて、で、俺の顔自身がちょっと暗いですよね。これサムネイルで使うには顔が暗いっていうのはあんまり良くないんで、サムネイルってちっちゃいじゃないですか。なので、ちょっとこの顔の部分を少し目立たせたいと思います。顔の明るさを少し上げていきましょう。で、このプリビューっていうアプリはすごく便利で、実は画像を見るだけじゃなくて、簡単な画像の編集、加工もできるんですね。ここの右上のこのペンみたいなマークをクリックすると編集するためのメニューが出てきます。そしてこの真ん中の辺にあるこいつですね、
なんだろう、この三角にこの波みたいのが乗ったこのマークのこいつ、これをクリックすると、ここでこの画像の明るさとかコントラストとかホワイトバランスとかシャドウ、こう影の具合とか色味の感じもね、ここで調整できるんですよ。結構いろんな調整がこの中でできます。で、ここでちょっとエクスポージャーを上げてみましょう。すごい明るくなりましたよね。逆に下げるとめっちゃ暗い。これじゃ顔が見えないですね。いい塩梅のところね、ちょうどいい具合のところ探しましょう。この辺かな。前と比べると、だいぶ良くなりましたね。もうちょっと上げてもいいかな。こっちの方がまだいいですね。上げすぎるとちょっと違和感あるんでね、上げすぎないようにしましょうね。ほどほどにね。ちょっと触りたいのはこのシャドウですね。シャドウをビューンとちょっと上げましょう。するとこの顔の右側の少し影になってた部分がちょっと明るくなりましたよね。とりあえず背景は置いといて、自分の顔、顔をちょっと明るくしたいんでね、顔だけ見てくださいね。顔に関してはいい感じに明るさが調整できたと思います。じゃあここでちょっとズームして、ズームはピンチでズームできますよ。ズームして左上、一番左上のところから上から三つ目にですね、ラッソセレクションツールっていうのがあります。要はペンみたいな感じでなぞって、その部分を選択するっていうツールですね。これを選びます。そしてあとは、ずーっとクリックしたまんまですよ。クリックしたまんまずーっとなぞっていきましょう。で、今作ってるのがサムネ用の画像じゃないですか。で、サムネって画像としては結構ちっちゃいでしょ。なので、このなぞるところもそこまで神経質にはならなくても、実際サムネになった時には、わかんないと思います。ちょっとはみ出したとかね、はみ出さなかったとか、まあそこまで気にしなくてもいいです。そして全部顔を選択し終わったら、そこでコマンド C、 またコピーですね。コピーのショートカットで、今度はこの選択した顔の部分をコピーして一旦 Mac に預かってもらいます。そしてさっきの画像に戻りましょう。コピーする前のまだ顔が少し暗かった動画から切り取っただけのその画像ですね。そこでコマンド B、 今度はコマンド B、 DV ですね。 V で貼り付けます。するとこんな感じでね、俺の顔だけなんか変ですよね。俺の顔だけがね、選択した画像だけが元々の画像に貼り付けられてます。あとはドラッグ&ドロップでいい感じの場所を探して、そこに貼り付けてあげましょう。ここかな。ちょっとズームでチェックして、ここで大丈夫ですね。エンターで確定しましょう。じゃあいい感じですね。顔だけちょっといい感じに明るくなりましたよね、元と比べてもね。さあ、そしてあとはね、サムネ用のねタイトルをつけていきましょうね。もう一度ここの右上のペンツールっていうか、この作業ツールっていうかね、ペンの形みたいなやつですね。ここをクリックしてメニューを出します。上のメニューバーの中の左から5番目にシェイプツールがあります。ここの中で四角を選びましょう。これがタイトルの背景になるシェイプですね。サイズは自分の好きなサイズに角を伸ばしてあげればね、調整できます。これぐらいかな。そしてテキスト。この中に入れるテキストをここで選んで書き込んでいきます。そうですね。何しようかな。動画から。あとはちょっと文字が小さいんで、文字の大きさを変えていきましょう。選択した状態で、文字をね、テキストをダブルクリックすると選択できます。選択した後、一番右上のフォントツールですね。フォントツールでいいのかな、呼び方。このフォントツールを選んであげて、ここでフォントを変えることもできます。ちょっとサムネ用で目立たせたいので、太字にしましょうね。そして大きさをここでビューンと上げていきましょう。さあ、あとはもう一つテキストを入れれるシェイプを作っていきたいと思います。この下にちょっと伸ばしましょうね。せっかくなんで色を変えましょう。色を変えて、上のテキストツールでテキストを書く状態にして、ドラッグ&ドロップでこのシェイプの上に持ってきます。そうですね、サムネを作る。とかしましょうかね。選んだ後は、色をちょっと文字の色を変えましょうね。黒とかね、ちょっと上の文字と違う色にしましょうね。
そしてね、このシェイプの外枠なんですけど、今下のシェイプに関しては外枠が少し白になってるの分かります？まあ、ちょっとね見やすくなりますよね、この方がね。じゃあこれに合わせて上もちょっと変えましょうね。上も逆に外枠を下のこの黄色っていうかね、まあ何色って言うんだろう、山吹色、何色って言いましたっけ、柿色、いや柿じゃないな、ブラウニッシュイエロー、まあまあまあそんなもんでしょう。それを選択してあげます。するとね、この上のシェイプの外枠がいい感じにね下の色と合ってマッチングしてバランスも取れたと思います。さあできました。こんな感じで意外と簡単だったでしょう。そんなに難しいソフトウェアも使う必要もないし、まあフォトショップとかでもね、もちろん全然できるんですよ。いい感じのものができるんですけど、まあフォトショップとはなくても、Mac に標準で入ってるプリビューっていうね、アプリケーション、それから、クイックタイムプレイヤーっていう動画を見るためのアプリケーション。この二つがあればサムネイルっていうのはね、意外と簡単に作れます。もうすでにね、Mac を持ってて YouTube を始めたいなって思ってる人とか、もうすでに動画編集をして、いいサムネイルなんか作れないかなって思ってる人、今から Mac を買う人、ぜひぜひね、参考にして、いい感じのサムネイルを作ってみてくださいね。この動画を参考にして、サムネイルをもし作ったら、コメント欄でちょっとシェアしてくださいね。どんなのができたか見てみたいです。前の動画にコメントをくれてる皆さん、もうほんといつもありがとうございます。日本からは遠いカナダですけど、めっちゃくちゃ心の支えになってます。ありがとうございます。YouTube 撮影にスマホ OK？ ダメな例と改善点を解説。スマホ撮影方法っていう動画にコメントをいただいたんですけど、TY さんありがとうございます。これは面白い。この動画だけがって意味ではないのであしからず、知的探求心をくすぐられるコンテンツ、日常生活ですぐ取り入れられる即効性、気に入りました。チャンネル登録、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいコメントですね、これは。本当このチャンネルで今後もシェアしていきたいなと思ってるのが、いかにスマホでいい動画が撮れるかとか、いかに最新じゃないスマホや、まあ、カメラでもこう人を引きつけるような映像が作れるかとかね、もしくはね、日常生活のこういう環境を見栄えが良くなるように変えていくかみたいなね、そういうコンテンツを提供していければなと思ってます。ほんとね、YouTube、まだ始めてない人がいたら、ぜひね、この動画をきっかけに始めてほしいんですけど、動画制作とか動画編集に関する何か悩みとかね、ぶち当たることも必ずあると思うんですよ。そんなあなたのためにこのチャンネルあります。ぜひチャンネル登録して、一緒にね、このコミュニティに入って、一緒に動画編集のね、スキルを上げていきましょうね。いや、もう TY さん、ほんと嬉しいコメントありがとうございます。ぜひぜひ、試してみてください。さあこの動画が良かったと思ったら次の動画に行く前にぜひこの下の高評価ボタンを押してくださいね。そして明日の動画でまた会いましょう。 See you tomorrow. Peace out.